こんにちは、もしおです。今回はセガの90年代のアーケードゲームガンブレード NY を彷彿とさせるガンシューティングゲームアサルトチェーンガンズ KM をご紹介します。任天堂スイッチのダウンロード版ゲームですね。以前動画のコメント欄で教えていただいた作品です。ガンブレード NY はモデル2基盤を採用したポリゴンのガンシューティングで、攻撃ヘリに乗って戦うといったものでしたが、本作アサルトチェーンガンズ KM はそれを意識して開発されたものと思われるローポリゴンのガンシューティングゲームで、こちらは超低高度進行用ホバーヘリに乗って敵と戦うといった内容になっています。オリジナルは iOS と Android のスマホ用アプリとしてリリースされていたアサルトチェーンガン KM。 そのアサルトチェーンガン KM にステージを追加して4人同時プレイに対応させたものが本作アサルトチェーンガンズ KM になります。今時珍しいレールガンシューティングゲームで、アーケードゲーム感覚でシンプルに遊べて爽快感も抜群です。ぜひ最後までお付き合いください。アサルトチェーンガンズ KM は2020年2月に任天堂スイッチのダウンロード版ゲームとしてレジスタより発売されました。本作を開発されたのは QZK という国内の個人デベロッパーの方のようですね。前述の通り、アサルトチェーンガンズ KM のオリジナルは2018年にリリースされたスマホアプリアサルトチェーンガン KM。 個人的にはノーチェックでしたが、セガのアーケードゲームガンブレード NY を彷彿とさせるゲーム内容が当時も話題になったようです。現時点では iOS 版はまだ配信されているようですが、 Android 版はすでに配信されていないのか見つけることができませんでした。アサルトチェーンガン KM にステージなどを追加して4人同時プレイに対応させた作品が本作アサルトチェーンガンズ KM となります。スマホ版は照準を指で動かすタッチ操作で画面が見づらくなってしまうという欠点がありましたが、本作は任天堂スイッチ用ということでジャイロを利用した操作とアナログスティック操作にも対応しました。アサルトチェーンガンズ KM の通常価格は1496円。年に何回かセールが行われており、この動画を編集している時点でもセールが行われていて 33% オフの990円となっていました。ちなみにセガのアーケードゲームガンブレード NY は96年にリリースされています。モデル2基盤を採用し、開発は AM3 件が担当。50インチプロジェクションテレビを搭載したデラックス筐体と29インチモニターを搭載したスタンダード筐体があり、射撃の振動が得られるマシンガンが直付けされていました。ゲームはニューヨークを占拠したテロリスト組織を特殊攻撃ヘリコプターガンブレードに乗り込みマシンガンで壊滅させるといったもの。ヘリの進行方向がランダムで毎回展開が異なるのが最大の特徴でした。敵の出現するタイミングなども異なっていたため、繰り返しプレイしてもパターン化することができず、理不尽なことも起こる攻略が難しいゲームとなったようです。個人的にはアーケード版はプレイした覚えがないのですが、98年には LA マシンガンズという続編がリリースされていたりしますので、商業的には成績が良かったのかもしれませんね。国内ではガンブレード NY が家庭用機種に移植されることはありませんでしたが、海外では Wii 時代に移植が実現しています。それがガンブレード NY&LA マシンガンズアーケードパックで北米と欧州で発売されたようです。ガンシューティングと Wii リモコンとの相性は比較的良いので、開発したのであれば国内でも発売してほしかったですね。現在でも eBay などで入手は可能ですが、そのリージョンに対応した Wii 本体が必要になります。それではアサルトチェーンガンズ KM を見ていきたいと思います。最初はゲームの遊び方から。ゲーム内容は非常にシンプルです。敵を撃って殲滅していくだけ。被弾してライフがゼロになるか、制限時間がなくなるとゲームオーバーになります。操作はアナログスティックかジャイロで照準を動かします。あとはショットと照準のリセットだけ。照準のリセットはジャイロ操作でずれた照準を修正するためのもので、ボタンを押すと照準が画面の中央にリセットされます。
任天堂スイッチが携帯モードの場合は、スマホのようなタッチ操作も可能です。画面構成はこんな感じです。体力と残り時間、そして照準の位置だけ把握していればとりあえず大丈夫だと思います。次にセッティングですね。ジョイコンの項目は、ジョイコンでプレイする場合はバーチカル、プロコントローラーなどの外部コントローラーの場合はホライズンを選択しておけば良いようです。あとは照準を何で動かすかですね。ジャイロによる傾き操作を行う場合はジャイロスコープをオンに、ジャイロスコープをオフにした場合はアナログスティックによる操作になります。今回は外部コントローラー 8bit ルーのアルティメート C Bluetooth コントローラーを使ってジャイロによる傾き操作でプレイしてみたいと思います。それではゲームをスタートします。ミッションの前に照準の移動速度を調整します。速度を 300% まで上げることができますが、個人的には 150% 程度が操作しやすいように感じました。ジャイロでの操作は、動かしているとどんどん照準がずれていきます。ずれてしまったらコントローラーを正面に向けた状態にして照準リセットボタンを押すことで修正することができます。面倒ではありますが、ある程度慣れるとそれなりに操作できるようになります。ゲームは全6ステージを戦うアーケードモードと、ステージを選んで制限時間内のスコアを競うスコアアタックの2つ。今回はアーケードモードをプレイします。アーケードモードではプレイヤーは超低高度進行用ポバーヘリに乗り込み、突如現れて都市を占拠してしまった自立戦闘マシン軍を機関砲で排除していきます。この辺りもガンブレード NY になんとなく似ていますね。ただヘリにしては少し動きが早すぎるような気もします。ショットはリロードなしで連射が可能。敵はマシンなので気兼ねなく倒すことができますね。敵が攻撃態勢に入るとターゲットサイトが点滅。ターゲットサイトが点滅した後は実際に敵が弾を撃ってきますので、できるだけ敵が弾を発射する前に倒すのが基本です。敵が撃った弾は破壊することができますが、撃ち損じると被弾、ダメージを受けてしまいます。被弾で減る体力は 10% なので余裕があるように感じるかもしれませんが、このゲームには回復アイテムがありません。またステージをクリアしても体力が回復しませんので、ワンコインクリアを目指す場合は序盤から集中していく必要があります。気になるのがジャイロによる操作だと思いますが、激しく動かさなければそれなりに操作できるという感じでしょうか。それでも照準はずれていきますので、かなり頻繁にリセットをすることになります。コントローラーをまっすぐにした状態でリセットする必要がありますので、少し慣れは必要だと思いますが、思ったより操作できる印象です。当初はアナログスティックで操作するつもりでいましたが、このゲーム展開が早いんですよね。アナログスティックでは照準の移動が間に合わないことが多くありました。完璧ではありませんが、ジャイロ操作の方が無難なようです。体力の回復がないゲームなので、どこまで進められるか分かりませんが、今回はワンコインで進めるところまで頑張ってみたいと思います。
かがでしたでしょうか。文字通りアーケードライクなゲーム内容で爽快感もあり、ちょっと遊ぶのにはとても良いゲームだと思いました。モデル2基盤のようなローポリゴン風のグラフィックや敵が回転して吹っ飛んでいく演出などもそれっぽくて良かったですよね。ただこのゲーム展開が早すぎて、個人的には画面展開の速さと慣れないジャイロ操作で画面酔いを起こしてしまいました。コンティニューも可能ではありましたが、体調的にもこれ以上続けない方がいいかなという感じ。酔いやすい方でなければ大丈夫なのだと思いますが、個人的には一気に最後までプレイするのは少し厳しいように感じました。楽しいだけに残念ではありますが、クリアしたステージは選択できるようになりますので、気に入ったステージを選んでプレイするというスタイルになりそうです。酔いやすい方にはタイムアタックモードもいいかもしれません。タイムアタックモードは2分間という時間制限がありますので、画面酔いを気にせずに集中して楽しむことができました。あとは操作方法ですね。アナログスティックでは照準の移動が間に合わないこともあるので、基本はジャイロ操作になると思いますが、ある程度操作できるとはいえ徐々に照準がずれていきますので、リセットは必須。そのことを常に意識してプレイしなければならないのが難点だと感じました。とはいえ絶滅しかけている貴重なレールガンシューティングです。しかも Steam 版や PS5 版なども存在せず、販売されているのは Nintendo Switch のダウンロード版のみ。興味をお持ちになった方はぜひチェックしてみてください。皆さんは今回のアサルトチェーンガンズ KM どのように思われたでしょうか。感想など何でも構いません。ぜひ気軽にコメントを残していっていただければと思います。それではまた。今回ももしおがお送りしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。